ソウルヒーリングへようこそ。いきなりですが、私たちこの宇宙には今しかありません。今この瞬間だけがあります。私たちが実現できる唯一の状態、それが今この瞬間です。つまり、何かをクリエイトしたいのなら、自分の人生に何かを引き寄せるということは、未来について考えることから自分を解放しなければならないということです。夢のマイホーム、車、夢の生活を送っているを、すでに今現実にあり、そう生きているように感じる。この瞬間に、あなたがどれほど良くても悪くても、これが宇宙が理解している最高の力です。あなたがすでに全てを今ここで感じている人になった場合、望むものが実現したかのように、すでにとても感謝している人は、あなたはそれを手に入れることができます。今あなたはここで自分自身に言い聞かせてください。私はすでにこれが私の人生の中にあります。そしてそう感じます。愛する人が私の人生の中にいます。そう言ってそう感じてください。あなたが望むことや出来事を今感じます。ここで一つ重要なことは、あなたが望むものがどのように届くかを細かくイメージしてしまうと、宇宙の無限の道を狭めたり閉じてしまうことになります。どのような方法であなたのもとへ届くかは分かりません。過去の経験や予想は関係ありません。予想とは全く異なる結果で、それがもたらされることがあります。そして最後に、ここまで聞いてくださった方はそうでない人ばかりだと思いますが、多くの人が無意識のうちに内面化している信念で、この信念がとても強いブロックになっているものがあります。それは、あなたと宇宙は分離していると思っていることです。あなたと宇宙は違うものではありません。何の関係もないように感じている人もいらっしゃると思いますが、真実は宇宙であり、あなたは同じであり、同じ創造主からのものです。次回もこのようなお話の続きができればと思います。